こんにちは、丸さんです。実は昨日秘密兵器を買いました。これからね、 Zoom とか YouTube とか、動画で配信するときに、これ僕にとってはすごい秘密兵器になりそうな感じがしておりまして、 Facebook に上げたところ、ぜひそれ知りたいということで、これね、口でなかなか説明できないんで動画で、説明しています。皆さんわかります？今僕のこのメガネに照明の丸いのが映ってるのなんか間抜けだよね。顔はせっかくこう照明が当たってるのに、このメガネに、このね、このメガネにね、この丸いのが映ってるでしょ、これで買ったのがこれですいや別にね、ケースを買ったわけじゃない。何かというと、じゃーん、これがですね、よいしょ、ほら、今度はほらちゃんとね、映るでしょね、これね、いや、言っちゃうとね、わかる？これ、ほら、ね、このね、目の中にほら丸いのがついてるでしょ。僕にとってYouTube 動画配信、それから、Zoom での配信で、しかもこういうね、照明つけた時に、必殺技になります。まあ、もう一つはね、実は近眼で老眼なので、近くのものを見るのに眼鏡をこうやってね、上げなきゃいけないのね。まあ、それもあってなんですが、まあ、言っちゃいます、これレンズ入ってないですそういう秘密兵器です。これね、わかるかな、僕もね、眼鏡外すと別人になっちゃうので、こうでしょ、これがレンズ付きのやつ、丸いやつです。で、これこうやって外すと、ほら、なんか印象変わっちゃうよね、僕のね。なので印象を変えずに Zoom とか YouTube とかで動画配信するためには、このレンズなしの眼鏡がどうしても必要なんです。近眼で老眼なので、近くのものをね、パソコンの画面を見るときに、これ上げないと見えないので、ね、外さないと。でもこれだとレンズが入ってないので、そのまま見えます。印象も変わりません。というわけで、これのフレームだけ買いました。売ってんの、そんなのって話になるんですけど、これお店店頭だけで売ってます。通販ではなかったみたいですが、店頭で頼めます。レンズを外すと定価から2000円引きでかける消費税で買えます。ちなみにこのフレームは価格として5000円ついてまして、レンズ外すと3000円、消費税がついて3300円でこれ購入することができました。まあ、レンズ出しだったらね、100均でも売ってんじゃないのって思うんだけど、やっぱりね、同じようなフレームがやっぱ欲しいのよ。ほら、わかる？この印象の、ほら、こうやると印象違うでしょ。ほら、こうやるとまた、あ、丸さんだ、みたいな。というわけで、僕にとってはですね、Zoom とか YouTube 動画配信とかですね、これちょっと秘密兵器なんですね、僕にとってはね。ということで、このレンズつくと、このレンズに丸いのが出て、なんかお笑いになってしまいますが、このレンズなしでやるとバッチリということで、僕の秘密兵器でした。どうも。